コロナウイルスによる各都道府県の緊急事態宣言が解除されてからおよそ2ヶ月。一旦収束したかに見えた国内の感染者の数が再び拡大しているとの報道もある中、この放送をお届けしています。人に会えない状況が続き、今さまざまな分野でオンライン化が急速に進んでいますよね。時間や場所を選ばずに人とコミュニケーションが取れたり、ビジネスができたりする意味では効率がよく、働き方改革につながっている面はあるでしょう。こうした状況の先に見えるのは本格的な AI 時代です。これを新たな未来として夢見る人も多いかもしれません。それは本当に私たちを幸福にしてくれるものなのでしょうか。天使のモーニングコール、今日は少し大きなテーマに聞こえるかもしれませんが、神が願われるアフターコロナの未来社会と題して、大川隆法総裁による最新説法を交えてお送りします。皆さんの将来設計のためのヒントになれば幸いです。幸福の科学では、心の持ち方から時事問題に対する見解まで数多くの教えが説かれています。それらの幹となっている基本教義、基本となる教えは、正しき心の探求と愛、知、反省、発展という人間を幸福にする4つの原理、四正道。神仏の心を心として生きる、そのために愛を与え、真理を知り、過ちを反省し、社会の発展に貢献する。このように教えの基本に発展という概念が含まれています。未来をいかに構想し実現するか、人類にとって重要な論点です。では神仏が願われる未来社会、ユートピアとはどのようなものなのでしょうか。書籍幸福の法には次のようにあります。私たちが求めているユートピアは、目に見える姿でのユートピアでは必ずしもありません。こういう建物があり、こういう道路があり、こういう政治理念、経済理念で、こういう形態で生活すれば、それがユートピアであるというようなものではありません。そういうものは様々に変化するものです。人々が変化するものの中にあって、変化しない方向性を知り、向かうべき方向を知り、その高みを知ること、そしてこの地上世界を菩薩や如来の世界、天使の世界に近づけていくことが大切なのです。この修行のために大勢の人々が長い長い年月、この世において魂修行をしているのです。これが仏の偉大なる計画なのです。私たちが求めているユートピアは、目に見える姿でのユートピアでは必ずしもないとありました。これはこの世の利便性を否定するものではありません。食べ物、着るもの、
住まいなど人生に幸福感を与えてくれるのは確かです。ただ間違えてはいけないのは、私たちは心の修行のためにこの世に生きているということ。変化していくものの中で変化しない何かを知る、人と人との触れ合いに愛や幸福を見出す、ユートピアの原点はここにあります。しかし今回のコロナの拡大以降、人間同士の直接的な営みから AI や機械を通した間接的なやり取りに未来社会を描く向きも多くなってきました。これについて神仏はどのように思われているのでしょうか。書籍心に目覚める新しき繁栄の時代へにはそれぞれこうあります。AI が取って代われない、取って代わるのがとても難しいところこそ、人間の最後の砦といえば最後の砦です。それは何かといえば心の問題ということになってくるわけです。人には心があります。しかし AI コンピュータ等に心があるかと言われると、それはなかなか難しいところがあるでしょう。一定の機能はあるし合理性はある、計算もできる、有利か不利かの判断はできる。しかし心とは何かについて、それを指し示すことは簡単ではありません。実は経済活動などにも人間の心は相当影響していて、心理的な影響はかなりあるので、コンピュータ系統を使ってデータ処理をし、統計学的にだけ考えていると間違うことがよくあります。機械信仰をあまりに持ちすぎるのは考えものです。むしろ対抗する価値観も出さねばなりません。人間が手作りでやった仕事を高く評価する、考えてアイデアを出して新しく作り出したものを評価する、またその中に人類に対する愛がこもっているものを値打ちがあるものだと考える、こうした価値観です。どんなにロボットや AI が発達しても、それらに魂が宿ることはありません。人間と機械との違い、それは心があるかどうかです。人間には神仏の子としての光が宿っています。心の価値や魂としての主体性を見失っては、私たちの未来は機械に破れていくでしょう。それは決して神仏が願われる社会ではありません。進化を続ける世界の中で、人にしかできない仕事、人にしか感じられない温かさ、こうしたものをますます大切にする、効率だけではない愛のこもった
未来社会がそこにあります。書籍新しき繁栄の時代への前書きにこうあります。人間が自分自身は何者かを悟らねば、 AI が新しい神になり、コンピュータ全体主義が地球上を覆うことになりかねない。その世界では基本的人権などなく、人間も不完全な壊れゆく機械にしか過ぎないだろう。私はこういった人間観、価値観、エセ科学的学問観、未来観と対決すべく、3000回以上の説法をし、2600書以上の書物を全世界で刊行してきた。神仏は存在するし、人間の本質は魂であり、過去、現在、未来へと生き続ける存在である。だからこそ基本的人権や民主主義、自由、信仰が成り立つのだ。人間が単なるサイボーグなら、 AI が神になり、全体主義的奴隷制が成立する。今こそ地球にゴールデンエイジを実現すべき時である。ではここで大川隆法総裁の説法をお聞きください。まあ、宗教の側から伝えるべきメッセージとしてはですね、人のぬくもりの経済学と言ってますが、人のぬくもりを感じるようなものが値打ちを生む世界を作ろうということが大事だと思うんです。だから政治でもやっぱりその人柄とか、その人の愛だとか、その人の徳だとかが感じられるような人をリーダーとして選んでいける政治をやはり維持するっていうか、そちらの方に進化していく政治学が必要だし、経済においてはその人の根性での魂修行がですね、より一段と進むようにするにはどうしたらいいかというところですね。それをやっぱり考えていく。大量生産、機械化による大量生産でいいものができるようになっていく努力もしているけども、これに見合う形で人が付加価値をつける、心を込めて作ったものが値打ちを持つという考え方の経済学が成り立つかどうか、まあ、この辺を求めなければいけないと思います。だから人のぬくもりの経済学は、まあ言葉を変えて言うとするならば、まあ人間の顔をした経済学ということです。新しいその経済方針の中に人のぬくもりは感じられますか、あるいはそれは人の顔をした経済学ですか、それとも AI が支配する経済学ですか、その AI は人をもう虫けらみたいに扱うような、最後は中国対香港みたいなことになるかもしれませんよと、その辺分かってますかって、こうした全体主義の方が効率的に見えるので、為政者にはあっという間にそちらの方に持っていかれるから、ここは踏みとどまらないといけないところだと思います。効率の悪さの中に人間としての魂の活動の喜びもあることをまた忘れてはならないというふうに、まあ、思っています。機械の進化によって全体主義を支えるような体制が効率よくて未来が開けるように思う幻想が振りまかれ始めたら、注意して立ち止まりなさいということを言っておきたいし、で人のぬくもりの経済学を目指していくべきだということを言っておきたいと思います。今お聞きいただいた説法は、人のぬくもりの経済学と題され、6月に説かれたばかりのご法話でした。
この苦難を乗り越えながら、新しい時代、新しい文明の土台作りができるのも、今を生きる私たちの特権かもしれません。今日は神の願われるコロナ以降の社会を作るために抑えるべきところをお届けしました。コロナ以降の世界について大川隆法総裁からは続々その後も発信されていますので、この番組の他にもぜひ書籍や支部などでご法話をお聞きになるなど、キャッチアップしてください。ご視聴ありがとうございました。今回のおすすめ書籍はこちらです。購入に関しては画面右上、または概要欄をクリック。興味がある方はお近くの幸福の科学の支部庄社にお気軽にお越しください。その際に天使のモーニングコールを聞きましたとお伝えください。チャンネル登録、高評価もどうぞよろしくお願いいたします。